すごい分かるね。それで、to judge which group is right, it's helpful to consider the history of previous technological breakthroughs。 あのね、どのグループが正しいかを判断するために、どのグループかって、ここではどのグループかって言ってなくて、彼が言ってるのは金利がね、もっと豊かになると思えば金利が上がるだろうということだけど、金利が上がってないから、まあ、人々は豊かになると思ってないんだろうな。だから豊かになってると思う人、豊かになると思ってない人ってことを、どのグループが正しいか判断するには、そういう意味で彼言ってるわけね。で、ここで、プレビアス、以前の技術的なブレイクスルーの歴史を考えると助けになると言ってるね。で、以前の技術的なブレイクスルー、これは何かというと、This provides succor to investor。 succor っていうのは生まれて初めて知った単語で、困って苦しんでる人への援助だから、このことは、投資家に対して、いろいろヒントを与えてくれる succor。 For it's difficult to make the case that single new technology by itself has ever radically changed the economy either for good or ill。 なぜならば、事例を作ることは難しい。デフィカルトゥーメイクケース、事例を作ることは難しい。どういう事例かというと、単一の新しい技術、それ自身のバーセルフ、それ自身の単一の新しい技術が、劇的に経済を変化させる。それが良きにしろ悪しきにしろ、 Either for good or ill、 良きにしろ悪しきにしろ、経済をラディカル、劇的に変化させるということという事例を見つけるのは難しい。 Even the industry revolution of the late 1700s, which many people believe was the result of the invention of the spinning jenny, was actually caused by a sort of factors coming together。 産業革命ね、1700年代後期の産業革命でさえ、それは多くの人々が信じたのは、スピニングジェニーっていうのは紡績機ね、スピンする紡績機だから、多軸紡績機の発明の結果だと信じているんだけれども、これの産業革命はアクセル、実際には、いくつかの類の要素によって引き起こされた、一緒になってきたいくつかの要素によって引き起こされた。すなわち Increasing use of coal, farmer property rights, the emergence of a scientific ethos and much more besides。 石炭の利用の増大、それからこのファーマーっていうのはね、俺農家と思ったから違う、違うんだよ、違うんだよ、より強固な所有権、それから、科学的な精神の到来、その他もろもろ、あのマチモアミサイルが産業革命だったよって言ってるんだね。いいかな、ここまで。